早っ。こんにちは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 、舞です。ちょっと手を出します。そう。15時、17時まで。こんにちは。ともちゃんちゃん。はーい。イベント最終日、一枠目始まりました。今日は五反田タイガーさんのイベントに出てます。一部が終わったところです。まだ間に合うので18時から皆さん来てください。18時まで。うん、コメント読みたい。旦那さん、まいまいこんにちは。みっちゃんさん、こんにちは。シナモンさん、こんにちは。のんじんさん、こんにちは。コニーさん、頑張れ。のんじんさん、さっきのイベント楽しかったよ。おー、来てくれた、ありがとう。アルミさん、こんにちは。アキラくん、こんにちは。アキラくん、こんにちはですね。ありがとうございます。今日はナチュラルビューティーキャンプの最終日になってます。星投げカウントよろしくお願いします。ヒロリンさん、こんにちは。トミーさん、お疲れ。今帰りの電車なんで、もう動きます。じゃあ、なんかパンパン言ってるよ。大丈夫。今お弁当を食べ中です。早い夜ご飯。今日は4月ということで、スーツー、じゃじゃーん。みどりさん、こんにちは。キミパさんも、こんにちは。気持ちだけそっちに行ってる、ありがとう。コニーさん、お似合い、ありがとうございます。キミパさん、食レポ、食レポします。食レポはともちゃんがしてくれます。寒くない、大丈夫。寒くない、暑がりの寒がりです。いただきます。どうですか、味は。おいしいです。ともちゃんと仲良くなりました。仲良しになりました。舞台で仲良くなりました。まさきさん、私は今からお昼です。遅いお昼だね。本当だ。チェリダさん、あ、こんにちは。無事国家試験終わりました。どうどう、手応えはどうですか。どうかな。のんじんさん、次の分までコーヒーショップでまったりしてる。みんなと、みんなで、一人でですか。みんな服着てくれてた、嬉しい、ありがとう。夜の部でも T シャツ着てくて、着てくれると嬉しいです。カオタンさん、やトミーさん、イベントで前々の感じ苦手なのがさらに分かって、違うんだよ、あれは早く書いたからああなったんですよ。うっちゃんさん、まい打ちたいだけでしょ。うっちゃんはーい、はい、どうぞ。あ、はい、いただきます。重い。今イベントがあったんですけども、皆さんからのプレゼントをいただいたところです。
どこまで読んだかな。ここにちゃんといただきました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。よいしょ。あ、これがコウマテのクッキーだ。そうだそうだ、これをみんなで分けてってやつだよね。あ、やばい、待ってアルバムめっちゃ来てる嘘なくていいじゃん。私が花粉症ひどいから。優しいよ、ありがとうございます嬉しい。朝が11時でしたので、あ、じゃあ遅めのね、お昼ご飯ですね。うっちゃんさん17時からバイト、じゃあそれまで配信見れますね、ありがとうございます。キミッパさん今 DVD で映画見てた。お、何の DVD 見てたんだ。チョウさん俺と、あー僕とか、僕とチョウさんと一緒。あ、南人さんとチョウさん一緒にいるんですね。仲良し、仲良ぴ、仲良し竹内チーム。じゅんさんこんにちは。ていうかチョウさんルーム来るのめちゃめちゃ久々じゃないですか。今までどこ行ってたんですか。どこにお出かけ行ってたの。名人さんまいまいこんにちは。なかなか来れなくてごめんね。お仕事お疲れ様です。来てくれてありがとうございます。釣り推しの子犬さん間に合った、ありがとう。あ、日曜日だから意外と見てくれてる、ありがとうございます。今日もあまり時間ないかカウントだけしていくね。明治さん忙しい中ありがとうございます。じゅんさんこんにちは。あ、まさきさん昨日は、あぶね、昨日は伊賀の忍者祭、あ、そうだよね、そうそう、結局私は行けず、今週はバタコさんでした。今日も可愛いな、おい、ありがとう。そう言って人は大人になって綺麗になっていくのです。もっと可愛いと言ってください。眉毛怪人さんこんにちは、こんにちは。楽屋配信ですか。楽屋配信というか楽屋配信です。今イベントの合間で、お、タコが来た、チュータコ、ありがとうございます。これ下がよいしょ。タコさんありがとうございます。あと明治さんアイスクリームもありがとうございます。食べたい気分だったんです、嬉しいよ、ありがとう。ごめんな、めっちゃコメント早くて今読み切れてないや。どこまで、あ、ここか、マイマイドアップ、そう、ちょっとこんな感じの方がいいよね。これぐらいでいきます。まいちゃんのビジネス敬語が面白すぎた。でも普段使わない、結構難しかったよね。うんね、全然見分かんなかった、ね、全然分かんなかったけど皆さんもきっと分かんなかったと思う。おかけに、なんだっけ、腰をかけてくださいなんかなんだっけ、取引先の人にまあ座ってくださいっていうのの丁寧語で何が正しいですかっていうので、ともちゃんの答えがどうぞお腰をおかけくださいでしたっけ、でだったっけ、お腰みたいな感じみたいな、なんかすごい意味わかんないこと言ってて、ともちゃんもおバカさんだなって思いました。お疲れ様でした、ありがとうございます。うっちゃんマイマイマイが好きだ、ありがとうございます。私もうっちゃんが多分好き、いいなイベント。あ、コンマテ届いた、そうコンマテ届きました、のんじんさん。
みんなで分けます。でもタイガの皆さん本当にもう始まる前てか前日からてかもっと前から今日も今もずっと稼働中なんですよ。なんでタイミングのいい時にコンマテコンマテの美味しいクッキーを食べたいと思います。ちゃんと配りますね。チェリダーさん手応えは午後の部は多分 OK、 午前の部が合格点届いてるか微妙なライン、いけてるな、それはじゃあ合格だ。ジュッピーさんこんにちは。眉毛さん優しいファンばかりでいいですね。そうなんですよ、暖かい空気感でした。とても夜も楽しみです。6時からです。トニーさんマイマイこんにちは、今日コナンの映画見てきました。安室さんがとても良かったです。あ、かっこよかったです。コナン見に行きたい、行きたいんだけどいつも DVD になっちゃってしまうけど全部見てると思います。R1 聞くんですか、まさきさん。そう、 R1 めっちゃ聞きますよ。今日も朝も飲みました、今日の朝も飲みました。めっちゃ聞く、花粉症にも風邪にも毎日飲み続けることが重要。腰痛ひどくて横になってる。わー、大丈夫かい。整体行った方がいいよ、整体。電気流してもらったり、マッサージしてもらったり骨を治してもらう。 X さん星カウント完了ありがとうございます。星をくれー、同情するなら星をくれー。ケンイパさんキャプテンアメリカウィンターソルジャー見てたよ、知ってる。知らない、知らないけどありがとう。面白いのかな。明日はグレイティストショーマン見に行きます。秀樹さんイベントお疲れ様でした、ありがとうございました。夜の部来てくださいね。だるま100個受け取って、ありがとうございます。トミーさんだるま100個受け取りました、ありがとう、ありがとう。裏ピース、仕事終わって電車の中で見てる。仕事終わるの早いね。てか今日日曜日仕事なんだ、お疲れ様です。眉毛さん蝶さんお疲れ様です。眉さんの一番の支えの方、眉毛さんが優しいこと言ってる。そうそうなんです、そうなんです。みんなに支えられて眉はできています。秀樹さんこんにちは。桃稲さん前50枚前こんにちは。お、タコめっちゃ来た、すごい。蝶さんタコいっぱいありがとう、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 ありがとう。みっちゃんさんハートいっぱいありがとうございます。ハート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 、片手のハートがむずいです。めっちゃコメントが読み切れてない。待って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 、あ、あきさん今日リリーベ中なんだ。あきさんのライブに行きたい。トミーさん俺のプレゼントも届いてた、そこのやつ見た？無音だから分からなくて、多分あれかな、 R1 のやつかな、かもしれない。メイジーさん星がないのでタコ、アイスとタコで、ありがとう。アイスとタコ、タコタコタコ、届いてるよ。名人様またゆっくり来るね。竹内チームケンちゃんみお王国の名人でした。あ、そうだ、ちゃんみ王国の人だった。ありがとうございました。お仕事頑張ってください。タバコさんこんにちは、ありがとう。こんにちは。絶対結婚しような、かっこしんどい。え、どういうこと？
うっちゃんさん、私はまだ結婚できる年齢じゃないんです。眉毛さん、二重敬語にならないような言い方はいつも気をつけてます。そう、私それ同じ回答したよ今日。尊敬語ですね。自分の仕事やと外の人とは関わらないから全然わからんかった。そうね、わかんないよね、敬語難しい。日本語って難しいね。マオさん、はじめまして。普段はカウタン大脇アリサちゃんをしてますが応援させてもらいますね。すごい嬉しい、ありがとうございます。今日が最終日、イベント最終日なんですけど、持ってる星すべて私に投げてください。カウントもよろしくお願いします。ちなみにルームフォローもよろしくね。眉毛さん、消え物をプレゼントできるのはいいですね。確かにそうね、前はできなかったからね。ありがたくいただきます。じゃあ吉田沙保里選手みたいに僕にください。 あれ練習します。あの CM 見た見た。テレビずっとつけてなくて、テレビつけたらなんか前回 R1 の話をずっとしてて、なんか花粉症にめっちゃ効くからいいって言って、なんかずっとその話してたんだけど、吉田さんの意味がやっと分かりました。キミッパさん、キャプテンアメリカはマーベルの映画だよ、映画だよ。映画全く本当に見に行かないからちゃんと行きたい。リューチェルさん、こんにちは。星集めてなかった、すまない。いいよ別に、別にいいよ、いいから投げて。今日はプロ野球観戦、試合終わったらちょうど毎日のルーム始まった。おお、チキンコージさん、こんにちは、ありがとうございます。今日は野球観戦ですね。名古屋かな、名古屋です。おお、来た、クマ X さん、クマありがとうございます。ちなみに今日私はクマのあれを持ってきていません、痛恨のミス。ともちゃんの帽子で許してください。僕はクマ、僕はクマ、クマ、クマ、車じゃないよ、クマ、クマ、クマ。ともちゃんが笑ってるよ。あ、ミヤモンさん、ミヤモンさん初見です、フォローします、ありがとうございます。星投げカウントもよろしくお願いします。クマありがとう。 X さん、待ってね、コメントを読み切れてない、どこまで読んだっけ。まいまい、僕は多分コナンは漆黒のチェイサーから映画館で見てます。おお、漆黒のチェイサーも見た見た見た。うっちゃんさん、何歳だと思いますか。知らんわ。え、うっちゃんさんがってこと。ん、あとでイベントに行きますよ。ただしさん、待ってます。ちなみに30日も待ってます。キャプテンアメリカのイントネーションちょっと違うかな。いや知らん。え、キャプテンアメリカ。誰かがなんか歌ってる。コンセントの前で配信ってシュール。ん、あ確かに、横には冷蔵庫です。冷蔵庫の横で配信してます。蝶さんみたいに締まった体になりたいね。すごく素敵な体してるよね。前も見習おう。マサさん、はじめまして。はじめましてじゃないよね。アイス食べながら見てるよ、ありがとう。後ろのポスターでゴアちゃんが出演してて、あ、そう、なんかタイムマシーンのやつです。ともちゃんも出てるよ、ともちゃんも出てるよ。カラオケ配信楽しかった、ありがとう。
チョウさん、日本語難しいです。わあ、そんな技まで身につけてしまったの？ダメだよ。マイちゃんもイベント？Xさん、マイもイベント今休憩中です。させてもらってます。星投げカウントルームフォロー完了数。マオさん、ありがとうございます。せつなさん、こんにちは。こんにちは。マサさん、マイマイの好きなテレビ番組は？マイの好きなテレビ番組は、ヒルナンデス。あ、今夜比べてみました、しゃべくり7。です。クローバーさん、こんにちは、わわ、こんにちは、わ、こんにちは、わ、こんにちは。今日の僕の昼ご飯はあったかうどんでした。あー、美味しそう。私は今日はなんとかブランでした。土踏みさん、こんにちは。今日のお昼ご飯、あ、これ読んだわ。数分だけしか見れないけど来ました。プープーさんだ、ありがとうございます。星投げちょっとでもしてってください、ありがとう。クマのカチューシャってダフィー？そう、あのシーンに行った時にシェリーメイのやつを買って、それ以来クマのギフトが来た時は毎回してるんですけど、今日は出てきました。あ、忘れてきました。チーム N 副リーダーさん、今日お仕事？そうです、お仕事というかイベントに参加させていただいております。五反田タイガーの、イベントです。ファンキーナースメンバーでちょろっと出させていただいております。ともちゃんも一緒です。中塚ともみちゃんも一緒です。さっき YouTube でレナヒアが出演するテレビ CM を見ていました。ここでいると言います。あー、アイヤで1位になったやつだよね。まいちゃん、こんにちは。ヤッホー、ソフトバンクさん、ヤッホー、ありがとうございます。まいまいは何歳ぐらいに結婚したいですか？今すぐ結婚したいです。50終わった。みどりさん、ありがとうございます。最近梅ちゃんと会った？会ってないけど連絡は取ってます。あ、蝶さん、玄米ブラン、そう、それです、玄米ブラン。え、ともみちゃん、うん、うん、違う、クリスちゃん。お弁当冷めちゃうようだって。あ、確かに、お弁当食べよっかな。え、綺麗。え、待って、めっちゃ綺麗に、え、めっちゃ綺麗なんだけど。私そうやって食べる人大好き。全部食べた。私もちゃんと食べる。うん、食べな。うん、そう、中須賀智美ちゃんです。クリス定食、そうです。違います。どういうことですか？舐めたように綺麗。舐めたの？舐めてないよ。舐めてないって。神ちゃんの気持ちは完食で。そうだね、じゃあチンする。私も、うん、このままチンした？うん、まあビニールは外したけど。そうだよね。みんな下から前だよ。まささん、うん、まささん、久しぶり。元気？元気です。クリスとマイマイはタメなんだよね。そうなんですよ。そうなの、タメと思えないぐらいともちゃんは大人っぽいです。しっかり者。
私も米粒残すの嫌なんで。お、いいね。ほんと新規的なコメントで申し訳ないのですが、まいちゃんの携帯ないが今でも好きです。ありがとうございます。携帯ない、何それ。ほんとね、梅本まどかちゃんってわかる、うん、がなんか一緒にディズニー行った時に、うん、携帯なくしちゃったのね、うん、でそれをなんか、まどかが携帯ない携帯ないってずっと言ってたから、うん、それを MC でネタにしたの、うん、そしたらなんかそれがなんかネタ化しちゃって、うん、でずっとそれで梅ちゃんがいじられるっていう。へー、そう。前はここにいるよ。こんにちは、参上しました。あ、赤マリさんこんにちは。お昼タイムじゃないか。よいしょ。SK で好きな曲何？ SK で好きな曲？ SK で好きな曲は、スルーザナイト。いいとこ発見。するよ。500ワットで2分ってことね。弁当回らない、弁当回らないけど弁当と移す。まい、電子レンジナウ。回んないよねこれ。50カウント星3週完了、ごめんなさい、退出します。ラストの夜の部、みつやさんありがとうございました。お仕事頑張ってね。僕は持ってのことが待ってのことが大好きです。僕は待ってのことが大好きです。なんだろう、LINE の一言怒ってない、携帯ないにしてる。嘘だ、そんなに好きですか。蝶さん、梅ちゃん今日海外にいるみたいだね。ね、思った。梅ちゃんはついに海外進出しました。お母さんにも電話したらこれからも首にかけることになった。あ、そう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 。お弁当何？弁当はね、わかんない、なんかいろいろお弁当、ミックスお弁当でした。最近は回らないのが増えた。ダークネスの折り面ジルニャだけになって寂しいです。私もここにいるよ。マイマイのことが大好きです。僕と先には結婚してください。いいよ。うわぁ、10って言ってるで。熱いかな。あ、そんな熱くないね。でーん、テケ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 。あ、ほらね、ギミギミーラギミギミーラギミーラ。ふふふふふふふ。ん？星。プリンがある。デザートですね。ここに置いて食べます。もぐもぐ配信？うん。私ね、でもよくもぐもぐ配信して、おっと前が。もぐもぐタイムよくやってるんだよ。かわいい子のもぐもぐタイムはいいよね。もぐもぐします。お、ブラウスが汚れる前に私は上着を着ます。上着は犠牲になってもいいんだ。リボンが取れたよ。
ぎゅっぎゅっぎゅっ。次はどんちゃんが携帯ないよ引き継ぐの？知らんわ。どんちゃんも携帯なくすの？よく。エプロン代わりのコート。ちょっと食べますね。あ、美味しそう。なんかいろいろ入ってる。お腹が空いてると何でも美味しそうに。てか私好き嫌いないんです。いただきまーす。いただきまーす。何このちっちゃい、これブロッコリー、すごくちっちゃい。それも食べた。ブロッコリー、おいしい。ブロッコリー、ブロッコリー。眠い。中塚智美さんが高橋みなみさんに天使の尻尾を教えたのが懐かしい。だって懐かしい。教えてたの？なんか週刊 AKB かなんかの、なん DVD の企画かな、うん、かなんかで高みながやるみたいな。うんうんうん。で高みな真ん中で私と中谷、うん、中谷さやかちゃんと、うんうん、3人でやって、うーん、そのために教えた。すげえ。そんな昔話を知ってる人がいるとは。すげえすげえ。すげえわ。 AKB の人で仲がいい、仲がいいっていうか仲良くなったのさえさんぐらいしかいないからね。さえちゃんね。さえちゃん好きと思う。うん、全然友達できなかった在籍中。ソーセージ。うんうん。あ、赤い。赤くない？え、全然熱くなかった。うん。何食べたの？ご飯。あ、多分お米は熱くなると思う。うん。私お米一番最後食べたの。熱っ。他全部食べてからそれ食べたからもう冷めてた。滑らか。あ、ランナーも友達ではそうだった。ランナー友達、今ねイベントの直前の直前まで LINE してたよ。なんかランナー先輩だった。確かにもうスズランって SKE のイメージ強い。本当？うん、 SKE で頑張っております。 AKB だったって感じ。うん、そうだよね。うん、頑張ってるね。なんかね、言ってたよ、私が一番年上だから SKE で、あのチーム S でなんか全部まとめてるって。あのランちゃんがだよ。すごいね。想像できないよね、うん、なんかそれを私に悩みを打ち明けてくれました。今日は握手会。うん、ランちゃん握手会頑張ってるかな。マイマイとデートしたいな。僕はマイマイと結婚したいです。もう結婚したいって言いまくってたら結婚したいって言ってくれる人がいっぱい増えた。やべえ、モテ期。ランラン頑張ってるの見ててわかるね。応援、もっと応援してあげてください。ランラン椅子を良くするために頑張ってるみたいやね。ね、ちょっとランちゃんが出てる日に公演を見に行きたいな。うんふんうんふんうんふん。
今日がイベント最終日なんですけど、あっという間でしたね。長かったけど、あっという間。最近 SK 卒業生の結婚ラッシュだから、そう、その波に乗りたいんだよ私も。ヒロリンさん、この前知り合いが物販でランランに遭遇してランラングッズ購入してたわ。ランランに遭遇して、じゃあ前に遭遇して前の物販買ってください。眉毛カイジさん、ちゃんとエプロンしてるのが可愛い。衣装だからね、汚しちゃいけないからだよ。トミさん、あれ確かクリスって現役の頃は AKB 料理部じゃなかったっけ。懐かしい、そんな頃あった。そうなんだ、うん、でも確かに料理うまそうな顔してる。なんかさ、 AKB 内でさ、部活が流行った時期あったじゃん。うん、グーグタスで。ああ、それの料理部の部長だったよ。そうなんだ、うん、何作ってたの。え、なんかお菓子作っていっぱいあげてたらそうなった。私何部だっけ、なんかもう記憶ないんだけど何部だっけ。懐かしいよね。グーグダスってまだやってんのかな。あ、物販にランランが来たって意味ね。グーグダスってまだやってんのかな、ね、どうなってるんだろう今状況が、うん、おいしい。もぐもぐしてます。まいちゃんが物販に来たらもちろん買いますよ。うん、かける2でね。うん、うん、ネックスさんハート100個受け取って。ハート見ない、ありがとう。ググタスはおた仲間の連絡ツールになってます。そこでなんかやり取りするの。 Google はよく使うけどな。 Google タスのアプリは今わけやんかん。アキティ、アギティさん、鼻水、そう。でも今日めっちゃマシだよ。鼻水。うん、今日の物販もまいちゃんサイン書いてくれたら買うのにな。どうなんだろうね。今日の物販うちらのないよね。うん、普通に五反田タイガーのグッズが売ってます。マオさん AKB 48分の1でクリスさん何回かクリア してたな。懐かしい。みんなよくいろいろ知ってるもんだな。ググタスだと限定公開でまとめてお話してきますからね。あー、そういうことか。そんなことがさ行われていたと。後ろの棚にある白いもの何ん？タマ？私も知らなかった。タマですかね。うちのタマ知りませんか。なんかぬいぐるみです。なんか寝てます。にえこさんとかのトップオッタの方も先日52歳で結婚しました。おお、おめでたい。
いいね、家庭を持つってね。自分一人の人生じゃねえんだ。私も誰かのために何かを頑張りたい。なんか猫のぬいぐるみですかね。うん、マイケルさん、ちょっと用事があったので参集できなくなってごめんなさい。いいよ、夜参集してね。アッキーさん、マイマイのことが大好きです。僕の夢になってください。結婚してください。愛してます。ありがとうございます。うん、ふん、おいしい。18時からのイベント来ますか？30日来ますか？ふん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 、チョアさん、久しぶりに姉妹遊びに行きたい。最近海外出張ばかりで休みを作って遊びに行きたい。うん、なんか忙しそうですね。すごくお仕事大変なイメージがある。前 SK の時はね、よく行ってくれてましたね。島に行って、行きましたって報告よくしてくれてました。私も実家に帰れてないというね。帰りたいな。いっぱい食べる君が好き。いっぱい食べる君が好き。いえ。細川わかんないね。いっぱい食べる君が好き。うん。X さん30日予約してきた。ありがとうございます。ウィンナー美味しかった。ちょっと硬かった。13日どこでイベントやる、あ、間違えた、18時からどこでイベントやるの。五反田です。五反田駅から徒歩2分です。ん、3分かな。眉毛さん、長さんがいると安心ね。長さん全然ルームに顔出してくれてなかったみたいだから寂しかったよ。本当だよ。乙部の焼き菓子が美味しい。あー、乙部ね。もう乙部を知ってくれてるところで、もう島市民だね君は。島にね、乙部っていうね、あのお菓子屋さんがあるの、ケーキ屋さんがあるんだけど、もう最強に美味しいです。アディアギディさん、それエプロン違うよ、上着。上着とも、あと10分。ハルタムのファンCL のやつが YouTube にアップされてて、たまに見る。あ、なんかはるちゃん YouTuber になったって聞いた。まだ見たことがない。ふん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 。この前も全部いけるかな。いける。いっぱい食べる君が好きってやつ。なんか食べてる動画が上がってるってことかな。
暇な時見るね。てかはるちゃんに聞こう。そうなんだ、うん、それ私に持ってこいのやつじゃん。坂本ちゃん、舞ちゃん、おひさ、おひさ、舞です。うんふん、よいしょ。いっぱい食べる君が好き。はあ、うんふん。マイマイ、僕と結婚してくれますか。さっきからめっちゃ婚約してくれる。婚約ん、婚約してくれる、なんていうの、婚約成立してないよ。してないよね。婚約申し、申し出てくれてる、ありがとう。でもアッキーさんのことよくわからない。だから一度イベントに来てみてください。プロポーズ、プロポーズって言います。みんなが教えてくれる。島市民ではないが、舞さんの言葉を聞くと高校の先生を思い出す。あ、三重県の人だったのかな。休婚、もぐもぐタイムはランチ夕食、これなんだろう、夕食？うん、一応ね、一応夕食なんですけど、絶対に私夜お腹すく。あ、なに、野菜炒めなんか食べてもいいかな。はい、違うか。僕は SKE 時代からマイマイのことを推してました。嬉しい、アンキーさんありがとう。キミッパさん、名古屋でもイベントしてほしい。うん、パロさんにイベント会場を押さえてもらうね。名古屋でもイベントできるといいですね。マイティとかね。眠くなってきた。夜、今日はこの後夜22時から23時59分までやるんですけど、ちゃんと家につけるかな。うん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 、ようやく音声が聞けた。マイマイが美味しそうに食べるから食いもんかった。うんうん、誰か食べてるとお腹空くよね。わかります。名古屋なら前までのイベント会いに行きますね。え、名古屋でもしたいな。私も名古屋で、うんうんうん、ご飯の材料を買い出しに行ってきます。いってらっしゃい。坂本ちゃん、食べることは生きること。そう、そういうこと。
昼寝夢のマニマニから期間星投げまあ、スリックさんありがとうございます。名古屋でイベントしてほしい。うーん、やっぱ東京は来にくいですか。まあ、これ残ってんだよな。関西にもまた来てほしいな。なかなかそんなイベントのとかあるのね。芸能界の女性はみんなダイエットのイメージしかないね。東北にも来てほしい。のんじんさん東京も行くけど名古屋でも行ってくれると嬉しい。じゅんさん東北にも来てほしい。うん、いろいろ行きたいわ。そしたら行くわ。ちょっと待ってて。いずれはぜひカカオに来てくれれば。ハタゴンと行くわ。どこでも行くけど、嬉しい。どこでも来てください。待っとります。ご飯食べてる最中なんですけど、究極に眠い。究極に眠いです。あとな、こんだけ残ってる。自分の食べ残しを見せる。おかずないじゃん。おかずがない。どっちを食べるか、いつも配分がわからない。パリ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 、あ、マイペースすぎる。消していい？いいよいいよ。そこ当たるもんね。必殺寄せる。必殺寄せる。お米はいけるんだよな。喋らないプレイ。うん、可愛いと思う。今はやんないけどね。やんないの？うん、あと5分やって。可愛い。何その髪型に似合わないの。立ち耳だから耳がピョンって出てくる。うん、
耳はチャームポイント、立ち耳なんですよ私。ちょっとねコンプレックス、うん耳好きです、嬉しい。でもまさかも耳好きって言ってくれたんだ。帽子かぶるとき結構ね物選ばないとねダメなんだよ。30日もイベントあるので皆さん遊びに来てください。よし食べた、パンのことができてくれたんだけど。何？ねえ、絶対美味しいじゃん。そうなのよ。やば。これ開けて3人で食べよう。はーい、3人で？あ、間違えた。3人で。怖い、怖いんだけど。怖い、怖い、怖い。怖い、間違えた。怖い。え、3人で？誰かいるの？もしかして。誰もいないけど。忘れたんだけど。開けます。コンマテのクッキー食べます。今バタバタしてるから。本当だね、はい、うんふんふん、やった、送ってね。おー嬉しい、だってやったー、ありがとう、ありがとう、嬉しいのは私だよ。今何時？皆の者、今の時間を教えてくれ。あ、この時間59分だ。それでは皆さん、次は22時にお会いしましょう。クッキー食べてこの後のイベントも頑張ります。バイバーイ。